トライブクルクルは日本のテレビアニメ作品。2014年9月28日から2015年10月4日まで、メ、テレテレビ朝日系列で毎週日曜7時7時30分に放送されたアニメパートと実写パートとのコンプレックステレビ番組である。略称はトラクル。メ、テレ制作によるテレビアニメとしては通算40作目となる本作品は サンライズとエイベックスとのコラボレーションによるストリートダンスを題材としたダンスアニメとして企画された。通常は 2DCG による作画だが、ダンスパートは 3DCG によるトゥーンレンダリング描写で制作されているほか、サウンドトラックにはエイベックスの各レーベルのダンスミュージックが使用され、作中で使用されるダンスは日本ストリートダンス協会が監修を行うなど、 本格的なストリートダンスアニメを試行した作品作りがアピールされている。実写パートのナビゲーターは関根まりが担当する。シリーズ構成の富岡敦広を除き、全番組である最強銀河究極ゼロバトルスピリッツよりスタッフが大幅に刷新されているほか、かつて同時間帯にて放送されていた真面目に不真面目解決揃いにも参加していた。 アジア動画アニメーション制作協力として名を連ねている。ヒルー、ハネルはダンス好きの中学1年生。いつも郷土歴史記念館でダンスの練習をしているが、ある日ハネルはオトサキカノンという少女と出会い、彼女とクールダッシュライジングブリリリアントドラゴンクルーとしてチームを組む。その後、ダンスイベントで人気のダンスチーム。 トライバルソウルとダンスバトルを申し込まれるが敗北してしまう。これを機にチーム名をクークルーに変え、打倒、トライバルソウルに燃えるハねると周囲と踊る才能に目覚めたカノンと共にダンスバトルを繰り広げ、後にトライバルソウルもメンバーに加わり、トライブクールクルーに変える。トライブ、クールクルークール、クルーとトライバルソウルが組んだチーム、組むことを持ちかけたのはクモの助で、 命名は譲る。略称はトラクル。クールクルー当初はクールダッシュライジングブリリアントドラゴンクルーだったが、チーム名が長すぎる上に命名した、ハネル自身がよく間違うので略した。トライバルソウル基本ジャンルはニュージャックスウィング。J と同じステージで踊ることを目標としている。最初はクモの助と水木だけだったが、クモの助が譲るに目をつけ3人になった。 ブロッサムバレッツ爆音マシンガンズとチーム桜がダンスロードの四次審査で組んだユニット。爆音マシンガンズ三人の男性チーム。ジャンルはハウス。目にも止まらぬ高速ダンスが特徴。略称は爆音。チーム桜双子のダンスチーム。カノンのことをライバル視している。家は大富豪で、父親は世界中でホテルを経営しており。 母親と一緒に忙しく世界中を飛び回っている。そのため普段は広いお屋敷に姉妹と執事のパトリック、立花だけで暮らしている。どんなに遠いところでも会いたい人には会いに行くが、未だ JL には会えていない。東に仰ぐ雄大な八ヶ岳静かに横たわる諏訪コの、あぜで俺たちは、夜明けのステップを踏む、諏訪郷スワッグというダンスを踊り、ルイルイステップを得意としている。 チームカラーは、スワブルー。奥万長者になるために有名になり、J を超えるダンサーになり、J に代わって、ダンスのアイコンになることが夢。色にこだわりを持っており、世界を、俺たち色に染めると言い放っている。チーム名が長すぎるため、ほとんどの人からは覚えられて、おらず、ハネルや水木からは、ルイルイモエモエや、ルイモイと呼ばれている。メンバーの二人や鳥巻きは団子屋でバイトをしている。 ダンスロードのオーディション3次審査に敗退した後、ギャラガーに拾われ、ビッグになるために、関東制圧に来る。禁断のダンスと呼ばれ、ダンス界のタブーとされている、クラウドハイというダンスを踊り、ルイモエバージョン2と名乗っている。クラウドハイの危険性を知らず、その力に溺れ、人気が出るに従い、不尊な態度を取るようになっていったが、踊り続けることによって、肉体のダメージが限界を超え、 クモのスケミズキとのダンスバトルの最中、倒れてしまう。二人のダンスを見て、自分たちが間違っていたことに気がついて、元に戻り、チーム名の最初に、芯がついた。ゴールドシルバークラウドハイの頂点に立つ最強のカリスマコンビ、ルイモエの二人が倒れ退場した後、ステージに現れる。不損かつ挑発的な態度で、他のダンサーたちを、 次々と倒していく。飛龍流化、音先や坂上家近所では、有名人で知らない人はおらず、その一人数人が人とは思えない伝説を持っている。雲の助の二人の兄は、雲の助の三十倍は強いという。水木とも古くからの知り合いで、彼女曰く見た目ほど怖くないとのこと。その他、トライクルクルダンスバトル、トラクルダンスボックスパートに出演。 第2話まで本作品のテーマソングは実写パート終了後にエンディングテーマとして流されメインスタッフや各話のスタッフなどが一斉に表記された第3話以降オープニングテーマとして使用されている第10話以降オープニング映像が一部変更された第42話では挿入歌としても使用された最終回では同曲をアニメの劇中で主要キャラクターが踊った 特番などによる放送休止は以下の通りありがとうございます。